どうも、今日はお知らせなんですけど、いつもたくさんのコメントありがとうございます。で、毎回コメントをくれる方にはね、返信はさせてもらってるんですけど、今日明日できそうにありません。すごく忙しい2日になりそうなんで、この場を持って言いたかったんですよね。ということで、はい、どうもピオキングです。今日はトロールコースト一発バリをやっていきますか。で、今日のトロールコース、ワンダフルワールドカッコトロールということで、素晴らしい世界っていう意味だと思うんですけど、説明文見てもらっていいですか。トロールコースです。それは分かってる。とてもいい完成度になっていると思うので、ぜひ楽しんでくださいと書いてます。 TS ミコ T さん、それではこのピオキング、敬意を持って楽しんでいきたいと思います。気持ち悪いやつはほっといて早速やっていきましょう。クリア率は 1.04%。 今日は開幕殺しあるのか。どんな完成度なんだ、期待してるぞ。開幕石親父。いや、まさか速攻振ってくるのか。何この突進、本気だな、やりに来るのに。じゃあこのファイヤーを持って、右の氷を溶かしてドアに入っていけっていう感じで。いや、そこ違うの、何この死に探求みたいなやつ。右下のバブルに当たればいいっていう感じ。どうやって行くんだろうね、他に行き道なかったくない。しかもあのバブル、あそこに隠しブロックとか設置してないだろうな。ちょっと地味に難しいな、ここ。バトルとかで出てきたら面白そうだね、こういうの。さあ、ここに隠しブロックあるのか、どうなんだ。甘いな、TS ミコ T さん。僕だったら隠しブロックを用意してるぜ。こっからだよね、右の扉がダメってことは、ドッスンの上に乗っていけってことかな、多分そんなか。いや違うんだって、バブル完全に忘れてた。じゃあこのファイヤー取って、いったドッスンの上行けるか試してみるね。確か乗れるでしょ、これで行けるっぽいね。そして上に道があるっていう感じでさ、すいますか、ゴロンオフしていいのかどうなんだ。あ、なるほど、このトゲベッドをかぶって右に進めっていうことか。さあ進んでいきますか。かぶったらダメみたいな、そんなんはないよな。うわ、ここ左にトゲベッド投げるっていう感じ。うわ、絶対そうだよね。じゃあここのトゲベッドかぶったらいけなかったんだね。一旦持って行ってみようか。そしてここ左に投げろって書いてるけど、こっちが正解なんじゃないか。右が正解だと思うよ、僕。はだいや、今回は制作者を信用しなかった僕が悪いね。じゃあここで一旦投げてみようか。そしたら葉っぱじゃねえか、地球は邪魔くせ。だから僕はかまぼこ派なんだ。じゃあここは一旦全てのちくわを落としておけっていうことでしょう。そしてここで投げて葉っぱを取る、そういうことだね。さあ行きますか。これ右側で取っとくからまずいよ、左だったらさ右側これくなるもんね。さあ進んでいきますか。ここは一個一個ブロックを壊していけっていう感じかな。そして先の針に当たってチビになって進めっていうことだと思うんですよね。でもさ、これ連打してったらいけそうじゃない。ちょっと連打してってみていい。マリア無理だったね、ここは。どれを信用する、一番左、いや真ん中信用しようか。真ん中か分かんないけど、いや2個か。じゃあ右の方信用する、こっちで当てて。よっしゃ今日は2分の1成功しました。さあここで中間ポイントゲットだね。チョロプーまで出てきてる。さあこの四角は怪しいぞ、そういう問題じゃなかったね。いや待て、あの四角何かあるんじゃないか。この四角叩く運命なんだよ僕は。なんとだー、じゃあ早く行けっていう感じだね。早く登っていこうか。そしてこの場で乗ったら絶対上の針に引っかかってた、無視していこうか。でこのハテナを叩く、またあっつ、このハテナは叩かないでさっさとドアに入っていきたいと思います。でここは右でいいのかな、ジャンプ。うわ、どうしよう。あれ左ナイスヒント、どういうことだろう。さっきの場所の左上になんかあんのかな。一旦このまま左行ってみようか。ナイスの方で行ってみよう。そしたらナイスなんじゃないの。いや、ちょっと言ってる意味わかんないけど、あぶね、こっちはナイス、これこそナイスでしょ。でここでなんでよ。いや、ちょっと気になったのがあってさ、この上さっきの場所だよね。なるほど、ここでオンオフを変えていけってことかな。でもさ、結局ここでオンオフできるからどっちでもいいよね。一旦右行ってみる、こっちなんだろうね。いや、さっきの場所じゃねえか。ここキノコ取ったらいけなかった。でもさ、一旦このキノコを出しておくのが僕正解だと思うんですよ。そしてここでキノコを取るみたいな、
ダイスうますぎ。そしてこのシカスを全て信用していこうか。またはねしかも今真ん中も出てきたよ。なるほど、一番左から行けっていうことね。じゃあここは真ん中の左の左で先に進めるっていう感じだね。この四角はなんだ、なんだだけって言ってるようなもんだろ。頼む、何もないでくれ。またまたもう花リンピック優勝だね。おめでとうなんだよね。ピオキングは四角の枠を作れば花に引っかかるみたいな。まあ確かにそれは言えてるかもしんない。ここはボム兵で左のブロックを壊していけっていう感じか。さあどんどん壊していこうか。で次は一旦またチビになって進めっていう感じか。このボム兵持っていくみたいな、そんな感じじゃないから。まずい、危ない、やられるよし危ねえ。またこれかぶったらいけないよきっと。このまま進めばいいよ、持つことが正解でしょ。今日のこの方のコースめちゃくちゃ楽しすぎる。プレイヤーガードのさ駆け引きっていう感じだね。さあ次は1/2、どっちが正解だ。あ、下これ足回るよ、白い、こっちが正解なんじゃないの。ほらもうだいぶ、なんで違うんだこれはマジでうまいね、騙すの。なるほどね、ここは上でキノコを待っておけっていう感じでしょ。ここでキノコを取ってこの針地帯を抜けろっていう感じだと思って。ちょっと待ってよ、ぶん殴るよね、頼むよし、危ねえナイス、優しさ制作者の。さあこれで進んでいきましょう、早くいいからね。さあみんな僕すごいことに気づいたんだよね。この甲羅持ってったら失敗したじゃん。でもさ、この土管に入って下を失敗してたらさ、かぶれ。じゃあここは急いで行って右のブロックを出さんようにしよう。あなたがいたの忘れてた。次は火にも引っかからない、隠しブロックにも当たらない。一旦バブルが通り過ぎるなとこのドアに入る、これが正解なんだあの、待って危ねえよし、危なかった今。あそこにいたら当たるよね、ブラックパックに。じゃあ、うわーチョロプー出てきた、もう察したよ。あの右下の地面がさガサガサなってる時点で僕は察しましたパック食べて。このファイヤー、じゃあここでさパックンを倒して進む。いやどうなんだろう、パックン倒していいのかな。一旦チビで行く、だってこんな簡単にねやらして先に進めるとかそんなんじゃないと思うんですよ。チビが正解、そうでしょ、きたどんな余裕なんだよこれは。何地下で上登っていけというか、魚次はもう魚を出さない、ちゃんとこのツタだけ出していこう。さあここでキノコを取って、この資格は信用していいのか、信用します。あ、合ってる合ってる、そしてまた信用していいのか、頼む、きたよしよし、なんで違うの、なんでこっちじゃないの新しい新耐久かな、これはちょっと難しいぞこれは。さっきのより格段に難しくなってきてる気がするけど、何回かやればいけるはずだよね。よし、このまま上にくっ、1回で行きたい。今どこに行けばいいんだろう、ヒントがないから分かんないね。え、ヒントあった下に、ちょっともう一回見ていい。まあ、ヒントないのか、自分で探せっていうことだね。そしてまた一回降りてしまったからさ、また上に上がらないけん、めんどくささね。いやでもこれはそんなに難しくないね、ジャンプでこうやってさ調整しながら左に行ったらいけるはず、ナイス、完全攻略だね。もう行けるところがさこの土管しかないんだよね。この土管の中入れんのかな。うわ入れんよ、他にも土管あるか探してみるね。あとはこのフラワーのところだね、ここ入れんのかな。あ、こっちが正解みたいな。なるほど、ここが行くべき道だったのね。さあチェックポイントに素直に取らせてくれ、何も来るなよ頼むよっしゃ来ました。さあこっから待って、危ない取っていいのかこいつ、一旦取ってみるよ、落ちるとかそんなはないよね。いや大丈夫、ここで上にいや分かった、この靴んとこそのまま踏んだ勢いで上に上がれっていう感じだね。この上はいけない感じか。じゃあ一旦記録を取って右ダッシュ、それでいけるよねよしよし、何あのパックン3段。さあここは右、どっち、左は CP1、
うわ、どっちを信用しよう。制作者を信じよう。いや、信じない。やっぱり CP1 でいきます。こっちが正解でしょ。裏をつきます。どうすればいいだろう。パンを持ってこいって書いてるの、これパンとかなかったよね。でも本当にチェックポイントはじゃねえか。くっそー、使用すればよかったな、さっきのゴール。さあ戻ってきたんですけど、ただ左行った時にさ、パンを持ってこいって書いてたじゃん。だからパンを持って左に行くのが正解なんじゃないかな。だからこっちのゴールもゴールじゃないみたいな。ほら、え、パンどこにあるんだろうね。ここ CP1 に戻される感じでしょ。やっぱりね。ということはパンを持ってきてどうにかしなきゃいけないっていう感じだと思うんですけど、パン探していこっか。パンがあるとすればこの画面のどっかにあると思うんだよね。次に行っちゃうとさ、また CP1 とゴールのあの分かれ道になるから。でさ、思ってるのがこのツタなんだよな。絶対隠しブロックとかなんかあんじゃないのかな。そして上にパンブロックがあるみたいな。うわ、隠しブロックないで、ここダッシュジャンプしても届かないしさ、キノコ取った状態だったらいけるかもしんないね。ちょっとそれで試してみよっか。こっからダッシュジャンプで上に行けば、ナイス、ここにパンブロックがあったのね。ヒントがないからね、ちょっと分かりにくいんだけど。さあここで右ゴールの方に行こっか。そしてパンブロックを置いて扉に入れると思うんですよ。さあ行きますか。あ、間違えた。いや違うんだって。さあ戻ってまいりましたよ。次はちゃんとパンブロックをこうジャンプして置かなきゃいけないんだろうね、きっと。ジャンプして下、そしてドアに入る。さあ本当にこれでゴールなのか。だってよ。じゃあ次は左の土管に入ってみるよ。こっちの CB1 の方、こっちだったらゴールにつながってるのかな。ちゃんとさっきの耐久部屋はないよな。そしたらこのドアに入っていきます。どうなる。やった。これで俺終幕放題。早くゴールしろってこと。よくもやりやがったな。どけよそこ。ゴール見えるやんか。マリちょっと手伸ばせよそこ。皆さんもう終わりが近づいてきたようです。次はちゃんとこのドアに入って早くゴールすればきっといけるはず。頼む。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオワンパチバニジャンということで、このサムネを見る限りじゃあバニに乗ってジャンプすればゴールできる距離だと思うんですよ。それなのにまだクリアしてる方がいないという謎のコースですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 ゴール条件は1回地面から離れたら着地内でゴールね。この1回地面から離れたらなちゃらかんちゃらっていうのはこのバネを普通…あ、待って。いや違うんだって。まあ普通に考えると空中バネじゃんすればいいだけかなとか思うじゃん。空中バネじゃんしてもゴール条件が奪われるんだよね。ちょっと左からさ、ダッシュして届かないか試してみていいかな。うわ届く。そうだ届かん。もう一回。うわ絶対無理だね。もうわかんねえ、わかんないぞ、わかんない。いや本当にわかんない。これどうすればいいんだろう。さっきのこ、やっぱこれ以外考えられないんだけどな。見てる方でもわかってる人いる。まずジャンプさせたらいけないんだよね。ジャンプさせたらいけないってことはさ、ここに落とすみたいな、崖ギリギリまで落としてこっからジャンプ。はっ、いけそう。うわなるほど、そういうことか。見つけたぞ攻略王は。これでもうゴールできそうだね。攻略王さえ分かったらこっちのもんだぜ。この崖っぷちでバネをギリギリで置くじゃん。そしてマリオ跳ねさして右に進む。これ届かんパターン、もしかして助走が足んないのかな。なんでバネ置いた瞬間左に行って右にダッシュ、これでいけないかな。うわこれ助走全然足りんわ。いや絶対これでいけるはず。これだったらさ少し助走つけれてるもんね。来たんじゃない。ねえ。これは難しいぞ。こういう生き方じゃないのかもしんないね。全然ゴールバーまで届かないもん。いやくじけねえぞ、これを何とかやればいけるはずなんだ。そうだろマリ。いや投げるのはダメだって。
いやでもさ、今の投げ方ヒントになってるんじゃない？あれだったらさ、ダッシュできる時間作れるよね。じゃあどうやってさっきの投げ方ができるのか探っていきますか。このバネを持って左向いた瞬間投げる。あ、これじゃないのか。次は反対してみようか。投げた瞬間左向く。来た。絶対これだよ。これをこの辺で投げて左からダッシュすればゴールバーに届くと思うんですよ。じゃあ次はどっから投げるかが問題だよね。目印としてさ、この矢印の真ん中、こっから一旦投げてみよっか。そして左にダッシュ。もうちょっと前っぽいね。じゃあ次は看板の真ん中にちょっと右側から投げてみるね。こっから投げてタイミングよく乗る。これでどう？いや。マリオタイム。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。